こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日もですね、祈りの時間の時がやってまいりました。はい。今日はですね、前回、1回目スタートしまして、今日ははい、2回目です。はい。2回目の祈りの時間ということでですね、本当に、皆様のですね、祈りのリクエスト、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いろんな方々がですね、祈りのリクエストをしてくださって、うん、本当に、感謝させていただいております。はい。今日はですね、また1時間ご一緒させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうですかね、この間の、はい、1回目の、はい、番組、そうですね、はい、祈りのリクエストが、はい、いろいろ寄せられていまして、はい、番組でですね、はい、何人かの方々の、はい、祈りのリクエストを読み上げさせていただきまして、はい、皆様と共にですね、お祈りの時を持たせていただいたんですけれども、はい、またその中で祈りの答えがありましたというご報告がですね、来ているメールが届いているんですね。あ、はい、はい。それをちょっと読み上げてみようかなと思ってるんですけれども、はい。はい、祈りが聞かれました。主を賛美します。昨夜は祈っていただきありがとうございました。日曜日にいなくなった猫のサラちゃんですが、放送終了後の真夜中の1時に、なんと帰ってきました。帰ってきたそうです。ね、もう明日から探すのはやめよう。あとはすべてを感謝して祈ろうと思っていたところでした。神様がサラちゃんにこっちだよと帰る道を教えてくれたのでしょう。痩せて泥だらけでしたが元気でしたし、何より命があって本当に良かったです。一つ気づかされたのは、心配していてただただ探し歩くよりも、心を落ち着かせて神様に祈った時の平安と、祈りの聞かれた方の速さがすごいなと感じました。で最後にですね、この番組を知り、こんな小さな祈りでも、全国の皆さんに祈ってもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。という M さんからの、はい、ご報告が、M さんからですね。はい、来ています。届いております。はい。はい、そうですね。とても嬉しい、はい、メールで、あったというふうに、思いますけれども、はい、ですね、まあ、ですね、まあ、ちょっとメールの中にですね、このような小さなお祈りであってもですか、はいはい、そういうふうに、書いてあったということなんですけれども、はい、確かにですね、猫ちゃんが帰ってきたらいいというのはですね、うん、そうですね、はい、まあ、ちょっと小さなお祈りかもしれないですけども、しかしですね、やっぱり私もちょっとペットを飼っていたことがあるんですが、はい、やっぱりですね、自分のそのとっても可愛がっていたペットがですね、いなくなったりすると、本当にちょっと心が、ね、そうですね、辛いですね、すごく、はい、ちょっと沈んだりするんですよね。そうですね、そうですね、そうですね、そういった意味で本当に猫ちゃんが帰ってきたっていうのはですね、それもしかもそのメールの中のお話ですと、番組が終わってからですね、うん、まあ、2時間後ぐらいだったということなんですね、うんうんうん、ですから本当に早いですね、早いですね、早かったですね、神様はですね、はい、すごくこう祈りに、すぐにこう備えて答えてくださったということをすごく感じるですね、本当にですから、確かにとても小さな祈りではあったとしてもですね、うんうんうん、でも
その M さんにとってはですね、はい、やっぱり心を痛めていた、そうですね、本当にそのお言葉を神様がですね、すごくこう思ってくださって、うん、そして送ってくださったというふうに思うんですね。そしてまたこの祈りの時間、はい、祈りの時間においてですね、はい、やっぱり祈りの時間においてですね、神様がやっぱりこうすぐ、うん、その答えてくださる、はい、そういうなんて言うんでしょうか、祈りをですね、前もってM さんにまた、うん、そのリクエストをですね、うん、備えてくださって、この祈りの時間の、はい、を見ていらっしゃるお一人々にですね、はい、祈りというのは聞かれるんですよということをすごく、うん、こう感じさせるために、なんか神様はですね、そういうことをやってくださったんじゃないかなっていうことを、うん、すごく、うん、感じさせられる祈りの答えだったなっていうことをですね、うん、感じさせられて、私もですから、そういう意味でなんかこう番組を始めて神様がこう励ましてくださってるっていうか、うん、すごくそういうことを感じさせられたんですね、はいはい、ですから確かに祈りっていうのはいろいろそのですね、ちょっと時間がかかって答えられるものもあるんですけれども、うんうん、しかしですね、必ずですね、神様からのですね、神様からのですね、うん、答えが必ずあるということを、はいはい、ぜひですね、うんうん、信じて、うんうん、そして祈っていくということはとても大事だなということをちょっと感じさせられた最初のメールだったんですね。本当にそうですね、はい、はい、よかったですね、本当に猫ちゃんね、帰ってきてよかったです、はい、ですね、ですから本当に M さん、はい、ありがとうございます。メールをですね、はい、送ってくださってすごく私たちも励ましを感じておりますけれども、うんうん、ということでですね、このメールのリクエスト、それからですね、はい、祈りのリクエストですね、祈りのリクエスト、はい、そして、うん、それから祈りの答えがですね、こんな風に、帰ってきたというようなですね、祈りがありましたら、ぜひ、はい、こちらの方にですね、はい、こちらの方に、送っていただきたいと思うんですけれども、ぜひですね、花さん読み上げていただけないでしょうか。はい、はい、祈りの時間、毎週火曜日、22時から23時、祈りのリクエスト募集です。そのメールアドレスは、player.request.anteoke@gmail.com です。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとですね、顔が見えなくなってしまったかもしれませんけれども、ぜひですね、そのメールアドレスをですね、覚えていただいて、ぜひ祈りの答え、M さんのようにですね、あったら本当に私たちもすごく励まされますし、うん、一緒に祈ってくださっているこの番組、というのはですね、ただ私たちだけが祈るというのではなくて、はい、生番組で、そしてですね、一緒にいた祈っていただく、はい、その見てくださっている方々に一緒に祈っていただくと、うん、そういうような企画ですので、はいはい、ぜひですね、覚えて、いただきたいというふうに思います。はい。はい、ということでですね、はい、はい、次のですね、祈りのリクエストを、はい、読み上げていっていただきたいというふうに思います。はい、こちらはですね、S さんですね。はい。はい、S さんですね。S さんの祈りのリクエスト、読み上げさせていただきます。はい、お願いします。はい、家族のことなんですが、実家の母が今年の1月にがんの手術を受けました。はい、ですね。がんは取り切れていないということで、はい、再発や転移の可能性があるとお医者さんには言われています。両親は一昨年前に癒しの祈りを通して、信仰告白をしましたが、はい、教会につながっていないので信仰がはっきりして
教会につながるようにお祈りしていただきたいです。はい。で、まだ続きがあるんですね。はい。それから、私には弟が2人いますが、上の弟がお金の問題で現在行方不明です。はい。そのことが原因で、下の弟の家庭も壊れてしまいました。上の弟が戻ってきて、兄弟の関係が回復するように、二人とも救われて教会につながるようにと、下の弟が胃薬を飲んでいるようなので、守られるように、弟の家庭も回復するようにお祈りお願いしますという S さんからの、リクエストです。はい、はい、S さんですね、はい、ちょっといろいろ大変な状況がですね、そうですね、なんとかもしれないんですけれども、はい、でも本当に私たちが祈っていくときですね、はい、神様が聞いてくださいますので、はい、ぜひですね期待して祈っていきたいと思いますけれどもですね、映像を見てくださっている方々も今ぜひ心を合わせていただきたいと思います。ではお祈りしていきたいと思います。天のお父様、主よ、今日この祈りの時間の時をです、祈りの時間の時を与えてくださりありがとうございます。神がこの時また S さんのために祈れることを本当にありがとうございます。どうぞ主がどうぞあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。本当に S さんのご両親がどうぞその教会につながり続けるように、そしてさらに神様の癒しと祝福をご両親がまたお母様が本当に受けていくことができるように主が憐れんでくださいますようにお願いいたします。そして本当にイエス様を深くこう信じて、そして教会につながり神様の恵みをさらに豊かに受けていくことができるように、その病も癒されて本当に神の栄光が表されていくように、どうぞあなたの恵みを表してくださいますように、どうぞお願いいたします。愛する天のお父様、本当にイエスさんからの祈りのリクエストを感謝いたします。天のお父様、どうぞ本当にこのイエスさんのご両親がさらに教会につながって、彼またこのお母様の病も本当に主がその中で癒しを明らかに表してくださることをまた導いてくださり、どうぞエスさんのご両親が本当に主にあって教会につながっていくことができるように導き助けてくださいますようにお願いいたします。そしてまた本当に上の、弟さんが行方不明ということですけれども、どうぞその居場所が分かり弟さんが帰ってくることができるように助けてくださいますようにお願いいたします。また人の弟さんのご家庭が壊れてしまったということですけれども、本当に兄弟との回復、またご家庭の回復、そのことが主によって奇跡的になされていくことができるように、どうぞその S さんのご家族の上に、ご家庭のその問題の上に真なる解決が神から来ますように、どうぞ助け導きくださいますようにお願いいたします。また上の弟さんが本当にこの命が守られ、無事に帰ってくることができる状況を起こしていってくださいますように、どうぞお願いいたします。天のお父様、本当に主よ、上の弟さんがどうぞ戻ってきて、そしてご兄弟の関係が回復していかれるように、またどうぞその下の弟さんのご家庭も回復し、その下の弟さんの胃も本当にこう癒されていくように主が憐れんでください。そしてイエス様のその癒しと恵みを豊かに知ることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。聖霊様の恵みを豊かに表していってください。またどうぞそのお母様のがんの病を神が
きりと癒していってくださいますようにお願いします。深くイエス様を信じ、そして癒されていくようにイエスキリストの御名によって、がんの病を去れ、イエスキリストの御名によって、がんの病の霊を去れ、イエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。天のお父様、どうぞ神の恵みを豊かに表し、主の勝利を表していってください。Sさんのご家族に特別の平安と祝福を注いで助けを与えていってくださいませ。どうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。見てくださっている方々もですね、祈ってくださったと思うんですけれども、ぜひですね、ことにおいてもですね、神様がこうなして、恵みをですね、表してくださることを期待していきたいと思うんですけれども、イエスさんはですね、1週間ほど前にこのメールをくださっているようなんですけれども、その、番組のですね、直前でおそらく来たメールそうでした、はい、すみません。ですのでちょっとですね、先週の番組では、お祈りできなかったわけなんですけれども、そしてこの1週間の間にもですね、いくつかのメールが、さらにですね、来て、いましたけれども、なんとですね、そのアメリカの方から、アメリカの方から、メールが、ちょっと届いてるんですね。はい、でこの祈りの時間はですね、本当に、これは今神様の恵みだなということをすごく思わされるんですけれども、こう全世界に向けてですね、インターネットを通じてこの番組を放映させていただいております。で早速ですね、その海外からも。そういうメールがいただけたっていうことは、本当にですね、素晴らしいなというふうに思っています。というのは、もう全世界どこにいても神様はですね、同じ方なんですね。ですから日本にいて祈っても、そして、アメリカにいて祈ってもですね、心を一つにしてこの映像を通して、また一緒にですね、祈れる。ね、そうですね。そして、そういったことがですね、いろんなところにこうこれから広がっていくと思うんですけれども、ぜひじゃあ、そのメールをですね、海外からのメール、お願いしたいと思います。この海外からのメールはですね、Hさんという方なんですけれども、イニシャルがですね、Jさんじゃなかった、Jさんでしたっけよ、Hさん、Hさんですかね、はい。そのHさんがですね、2件ほど続けて、祈りリクエストをですね、送ってきてくださっております。まず1つ目の方をですね、読み上げさせていただきます。私は7月1日に乳がんの疑いがある腫瘍を摘出する手術を行います。がんではないように、また手術が何の問題もなく行われるように、御心であれば、手術する前の検査で、癒され、手術が中止になりますように、お祈りください。ということなんですね。まずこれ一つ目の祈りの課題であったんですけれども、今日は7月の2日なんですね。そうですね。で、これは先週やはり送られてきているものを、のようなんですけれども、ちょっとですから、私たちの方でですね、そうですね、お祈りしてましたですけれども、ちょっと、お祈りしてましたけれども、ですね、7月の1日に、このメールでは手術ということですので、すでに手術はですね、こう終わったかと思うんですけれども、もし手術をしてもしされたのであればですね、終わってるかという日付ですけれども、しかしですね、あるいは癒されたかどうか、あるいはですね、またところがその次のもう一つのメールがですね、届いています。
もう一つのですね、同じエッチさんの方なんですけれども、こちらをお読みさせていただきますですね。はい、お願いします。私が働いているアメリカ軍人のための介護ホームにいる R さんはベトナム戦争の機関兵で、喉と胸にかけてガンがあり、ガンが動くのがわかると言っていました。治療を受けていますが、この治療が効かなければ死ぬと言われたそうです。タバコ、コカ・コーラの中毒で、人間的に考えるとこのような生活で癒されるのは不可能です。しかし神様には不可能はありません。どうかお祈りください。以上です。はい、はい、そうですね、エチさんはですね、そういうふうに、メールに、書いてくださっています。はい、確かに、大変なご病気である、はい、そのアメリカ軍人の、はい、介護ホームにいらっしゃるという R さん、はい、R さんですね、はい、本当に、しかし確かに、神様にはですね、不可能ということはありませんと、うん、そう告白をおやつさんがされて、いらっしゃるようにですね、私も本当にそう思いますので、うん、ぜひですね、お祈りをしていきたいと思います。またエチさんのためにもですね、お祈りさせて、いただきたいと思いますし、またアンさんのためにもですね、お祈りさせていただきます。ぜひですね、今心を合わせていただきたいというふうに思います。天のお父様、今祈れることを本当にありがとうございます。あなたがこの祈る特権を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞこのエチさんを本当に助け導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが心を本当に守ってくださり、そしてまたその病を主が癒していってください。どうぞお願いします。すでに手術されたかもしれませんし、しかし主どうぞ手術にせよ、あるいは直接できない癒しにせよ、主どうぞそのがんが完全に癒され、主を本当に回復を速やかになされていくように、エチさんを助け強めてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主が励ましてくださいますようにお願いいたします。またどうぞその知り合いのその R さんを主が連れてくださいますようにお願いいたします。主をどうぞ本当にあなたがそのがんの組織を取り除いていてくださり、R さんの助けを与えてください。確かに主をアルさんを癒し、神の栄光を豊かに表してください。そしてアルさんが本当に深くイエス様を知ることができるように導いてください。主どうぞ奇跡的な癒しを体験し、深くそのイエス様を信じることができるように、またそのためにもどうぞエチさんをある意味ではこう用いてくださいますようにもお願いいたします。天のお父様、どうぞあなたの恵みを表し、アルさんを癒し、そしてイエス様を深く信じることができるさらに、導いていってくださいますようにお願いいたします。はい、主天のお父様、トニエチさんからの祈りのリクエストありがとうございます。昨日1月1日は手術の予定の日ですけれども、その検査がどのように今、経過していらっしゃるのか、本当に主は全てをご存知ですから感謝いたします。どうぞその方のがんと言われたその病をどうぞ完全にその方を癒し、またその病気から本当に解放されて癒されていくことができますようにお願いいたします。もし手術をされたのであれば、その手術後の経過も完全に回復されていくことができるように、治療が最善の治療がなされ、また本当に、そのエッチさんの心も守ってくださいますようにお願いいたします。また、検査だけで、終わっているのであれば本当にハレルヤですけれども、どうぞこの方がこの病気から完全に解放されていく事柄を主ご自身が、導き続けていてくださいますように
お願いいたします。またご友人のその R さんの上にも、そのご病気が癒されていくことができるように、助けてあげてください。あなたにとってほど不可能はありませんというこの言葉をありがとうございます。その言葉がこの R さんの家に豊かに成就されて神によって癒されるという特別な恵みと体験をこの R さんが受けていかれて深く主を信じまた素晴らしい主にある最善の人生を歩まれますように。どうぞこの方を助けていってください。お願いいたします。ではですね、画面を、映像を見ていらっしゃる皆さんも今ですね、ぜひ皆さんの言葉で、祈ってください、ぜひですね、今少しの時間ですね、このエッチさんとアールさんのためにですね、ぜひ皆さんの言葉で今、少しの時間を祈っていただきたいと思います。天のお父様、主は本当にありがとうございます。あなた祈りを私たちに導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ神の力ある技、神の栄光を表し、本当に主が神の御業を豊かに表し、そして平安と慰めと癒しと解放を豊かにエシさんとまたアルさん与えていってください。イエス・キリストの御名によって癒されよ。イエス・キリストの御名によって解放を受けよ。イエス・キリストの御名によって、病を治い。イエス・キリストの御名によって病の癒いを治い。天の父様、今主が祈りを聞いてくださっていることを感謝します。イエス・キリストの御名によって癒しを宣言します。イエス・キリストの御名によって解放を宣言します。天の父様、どうぞ主の勝利を豊かに表していってください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ですね、という、ちょっとですね、本当に大変さがあるかもしれないですけども、ぜひですね、今日はちょっとエッチさんはこの映像を見ることができたかどうかちょっと分かりませんけれども、はい、しかしですね、ぜひ、見てくださった方々が祈ってくださいましたので、神様にですね、本当に、私たちはこう期待していきたいと思いますし、はい、またエッチさんもですね、メールをいただけたら本当にありがたいですけれども、はい、ではですね、次のメールですね、はい、次のメールは、はい、愛さん、ね、愛さんですね、はい、はい、お読みさん、愛さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、主の皆を褒めたたえます。祈りの時間を見てメールしました。ぜひお祈りをお願いしたくリクエストを送らせていただきました。はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございます。はい、ではリクエストの内容です。主人の母の、これは Y さん、と言いましょうか。Y さんが、はい、子宮の、こちらですね。はい。はい、子宮頸がんですね。子宮頸がんで入院しています。すでに、がんが子宮全体に広がり、腹水も溜まったりしています。ステージ4の末期の状態で、手の施しようがなく、余命2、3ヶ月から、もっても今年いっぱいと医師からは宣告されています。どうかおばが、イエス様を信じて救われるように、願わくば子宮頸がんが完全に癒されるように、お祈りをお願いいたします。はい、はい、ということでした。はい、はい、ですね、これは義理のお母様ですね、はい、というふうに、ね、おばさんじゃなくて義理のお母様ですね、がイエス様を信じて救われるようにということですね。はい、そうですね、
か、お医者さんからそういうふうに言われたということでありますので、ですね、本当に心も強められるようにですね、お祈りさせていただきたいというふうに思いますし、本当にですね、何よりもやっぱり愛さんが書いておられるのは、イエス様を信じて救われるようにということですね、はいはい、でも本当にイエス様はですね、また信じた時により本当にこの癒しの祝福もですね、うん、豊かに与えられると思いますし、非常にこう心もですね強められると思うんですね、はい、お祈りをさせていただきますね。天のお父様、主を今あなたの御名を褒めたたえます。今愛さんのために、その義理のお母様のために、また祈らせていただきます。お父様、どうぞあなたが主を働きかけくださり、どうぞ憐れみ助けを与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞイエス様を信じて、はい、本当にこう救われていくように、うん、今どうぞ議員のお母様に働きかけてくださいますようにお願いいたします。うん、また愛さんが、うん、愛さんがどのように、お母様に、その議員のお母様に、接していったらいいか、うん、どのように、イエス様を伝えていったらいいのか、どうぞ教えてくださいますようにお願いいたします。そして本当に、どうぞ愛さんの義のお母様がイエス様を明確に、信じる、イエス様を明確に信じることができるように助けを与えてください。さらにはその明確な癒しを与えていってくださいますようにお願いします。どうぞ主が悪いこう組織を取り除いてくださり、うん、神の勝利を明確に表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。愛主天の父様、本当に愛さんからのリクエストを、させてくださり感謝いたします。本当にこの義理のお母様の、病をどうぞ癒してくださいますように、またその義理のお母様が本当にイエス様を信じて救われていくことができるように、どうぞ主がその義理のお母様を憐れてくださって、どうぞこの末期の状態ということですけれども、命がこの長く与えられ、本当にこの、悪くなった細胞すべてが回復されて癒されて完全にこう癒されるという経過を、この方の上にあなたが与えていてくださいますようにお願いいたします。どうぞそのこの病を通しても、また義のお母様がイエス様を信じることを導いてくださり、また救いとこの癒しがその義のお母様の上に豊かに表されていくことができるように、完全なる主の癒しの御手が、この義のお母様の地に表されますように、どうぞ主が、豊かに今もこの時もその義のお母様に触れ続けてくださり、病んでおられるその病気一つ一つで主の癒しをさらに主が与えていてくださいますようにお願いいたします。またお医者様の治療、最善なる判断もあなたによって、最善なる治療に至りますように、どうぞ助け導きくださいますようにお願いいたします。天皇様、本当にお医者さんの治療も豊かに用いてください、うん、そして最善の治療をなされ栄光をなされていくようにどうぞお願いいたします。ぜひですね、また映像をご覧になっている方も少しの間祈っていただきたいと思います。父様、主を今祈りを導いてくださっていることを感謝します。イエス・キリストの御名によってこの癌の病を治せ、イエス・キリストの御名によって、またイエス・キリストの御名によって、その愛さんの義のお母様を今解放します。イエス・キリストの御名によって、その
イエス・キリストの御名によって、その心が解放されるようにイエス・キリストの御名によって宣言します。お父様、どうぞあなたが主を義のお母様に働きかけてくださり、神の御業を豊かに表してください。すでにあなたは働きかけ始めてくださっていることを信じて感謝します。お父様、主よ、あなたがどうぞさらに豊かに勝利を表していってくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。はい、ありがとうございます。その、ですね、愛さんがメールの中でですね、祈りの時間を見てメールしてくださったということなんですね。はい、ですから、ちょっと私の母親のですね、はい、昔もちょっと先週させていただいたんですけども、はい、なんかちょっと似たようなケースかなと思ったんですけどもですね、はい、本当に神様ですね、いろんな癒しを与えていってくださいますのでですね、また何もやっぱり、本当にこう救われていけるということはですね、本当にとても大事な事柄であります。愛さんもそのことをですね、すごく、もちろん癒されるということをですね、こう願っているんですけれども、しかしやっぱりイエス様を信じて救われるようにということをですね、はい、とても願っておられるんですね。はい、イエス様が私たちの罪のためにですね、十字架にかかってくださり、私たちの罪を身代わりに負ってくださってですね、はい、そして死に打ち勝ってよみがえってくださった、はい、その事柄をですね、信じて、まあ、私たちの罪をですね、神様ごめんなさいということで、ですね、こう悔い改めて、祈っていくときに、私たちは本当に、永遠の命を受けていく、祝福をですね、得ることができます。何よりもそれがですね、本当に、素晴らしい、ことなんですね。もちろんですね、私たちは癒しもたくさん体験していますけれども、いろんな方々が癒されるのですね、体験していますけれども、しかしですね、何よりもですね、やっぱり、この人間は必ず一度死ぬことが定められているようにと聖書には書かれてありますので、ですからですね、たとえその癒されたとしてもですね、私たちが永遠の命をいただけなかったならば、天国に行けなかったならば、それはですね、非常にこう残念なんですね。ですから何よりもイエス様を信じて行かれるということを、やっぱりその愛さんもですね、そのことをまず第一に本当に願っていらっしゃるということを、このメールからですね、ということでちょっとそういう祈りをさせていただきましたけれども、はい、はい、そうですね、次はですね、はい、これは新しく、はい、来た面でしょうか。そうですね、どこでしょうかね。はい、はい、ですね、ちょっと、そうですね、次のメールをお願いしたいと思いますけれども、はい、大丈夫でしょうか。 T さんのですね、 T さん、はい、はい、ですね、ちょっと、はい、新しく入ってきたメールが、はい、新しく入ってきたメールがですね、 T さんのメールが、 T さんのメールが、大丈夫ですか。そちらちょっと見えなくなってしまいましたね、はい、こちらの方にありますので、はい、
画面がここにあります。あ、そうですね。画面がそちらでした。はい。そうですね。じゃあちょっとですね、はい、読み上げていただきたいと思うんですけども。こういう感じで顔をちょっと上げてですね。はい。すいません。何分にもライブでありますので、ね、はい、生放送ですので、はい、いろんなことが起こりますけれども、はい。はい、ちょっとはい、お願いします。はい、はい。じゃあ私の方でですね、はい、読ませていただきますね。はい。はい、ですね、T さんですね。はい。祈っていただきたいことが2つあります、はい、1つ目は私は精神の病ですね、はい、うつ病、パニック障害と不安、神経症の病気がありますと、うん、結婚の私は結婚のことについて、悩んでいます。結婚相手、クリスチャン、また私自身、精神の病気があるので、精神の病気、私の病気を理解してくれる人、音楽が好きな人、動物が好きな人、うん、共に祈り、賛美ができる人、うん、お互いイエス様の守りによって、お互い愛し合うことが、うん、できる男性と出会い、結婚したいですと、うん、いうことですね。まあ、そうですね、結婚の断りについてですね、ちょっとリクエストをされてきていますけれどもですね、はい、そうですね、またちょっとそうですね、もう一つのリクエストの方はですね、はい、またちょっとうん、ペットのですね、ことについて、うん、ですね、ちょっとやっぱり、行方不明になっちゃってるという状況があるということなんですね、うん、ですので、ぜひこう戻って、来るようにということをですね、言っていただきたいと、まあ、これはですね、そうですね、ちょっとそうですね、まあ、なんていうんでしょうか、今こうちょっと入ってきたメールをですね、ちょっと今日は読み上げさせて、いただいたんですけれども、うん、そうですね、まあ、生でですね、ちょっと番組としてですね、やらせていただいていますので、ちょっとチャレンジしてみたんですけれども、まあですね、ぜひ、祈って、みたいと思いますので、ですね、ちょっと心を合わせていただいてよろしいでしょうかね、はい、天のお父様、主よ、どうぞこの T さんからのメールをありがとうございます。お父様、どうぞこの T さんが、どうぞ本当に心が病が癒され、そして本当に強められていくことができるように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。うつ病やパニック障害、不安神経症のご病気があるということですけれども、どうぞ
主よ、この状況の中で、イエス様を信頼し、そして、本当に、歩んで神にあって、平安のうちに歩んでいくことができるように、この病をさらに、解放に向けてあなたが癒し、あなたの恵みを表していってくださいますようにお願いします。またどうぞ教会に行き、そして、しっかりとイエス様につながり、恵みを受け癒されていくことができるようにさらに導いてください。またご結婚のことならも神様に求めていますけれども、どうぞあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。愛する天皇様、本当にこの T さんが、この祈りの時間の、この祈りのリクエストを、送ってくださいましたことを本当に、ありがとうございます。どうぞ本当にその T さんの心の、病を本当に深く、傷つけておられるその部分にあなたが触れてくださり、どうぞ癒しを与えてくださり、また神経の部分においても主の助けを与えてくださいますように、どうか、完全なこの癒しがこの方の上にあらされますように、どうぞ助けを導いてくださいますようにお願いいたします。また本当に教会における恵みを受けることがさらに導かれて、その中での神の癒しを、さらに受けていかれますように、どうぞ導き助けてあげてください。またどうぞご結婚のことに関しても、どうぞあなたに願っておられるその祈りの一つ一つが、どうぞ主によって豊かに応えられ、また最善なる本当に最良好の御心の方とのお導きが、この御心の時に、この T さんの上に成就されていけますように、どうぞ主がそのことも豊かに導き助けていってくださいますように、どうかお願いいたします。どうぞ主を良き繁盛を本当に与えられていくように、主が助けを与えてくださいますようにお願いいたします。あなたが導きを与えていってください。どうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ということでですね、どんどんこう祈りの時間が終わりの時間がどんどんこう迫ってきて、そうですね、今日は時間が、はい、ですね、ですね、この祈りの時間ではですね、はい、パートナーを募集しています。はい、先週からですね、何かの方々がですね、はい、パートナーに入って、来てくださっていますの で、 です、ね、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。このパートナーの方にこう入っていただく祈りのメールアドレスはですね、はい、ちょっと違うんですね。ですので、先ほどのご案内したメールアドレスとは違いますのでですね、はい、またそれをお伝えしたいと思うんですけれども、この祈りのパートナーというのはですね、一緒にこの時間、はい、祈っていただけるという方々ですね。はい、で、既にもう番組を見て、一緒に祈ってくださっている方々がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それと同時に必ず私はですね、この1時間、うん、祈りますよと、はい、まあ、必ずといってもいろいろあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、できるだけ、ですね、必ずこの時間にですね、毎週私は祈りますよという方々はですね、ぜひメールをこちらの方にですね、はい、していただいて、そして登録していただきたいなというふうに思うわけなんですね。はいはい、やっぱりですね、そうすると、まあ、私は祈りますよということをこうこのメールの方々が言ってくださっているというふうに、はい、こう思いますとですね、この方々もまた、うん、なんていうんでしょうか、こう責任を持ってご自分でやっぱり祈ろうとする、うん、意欲がですね、さらに強く出てこられると思いますので、うん、ぜひお願いしているわけなんですけれども、はい、はい、そちらのメールの方ですね、はい、はい、読んでいただきたいと思います。はい、こちら祈りの時間パートナー募集です。この時間祈っていただく、アドレスですね、こちら TLCC というところから入っているアドレスなんですね。TLCC
クロカスですね、 tlcc@crocus.ocn.ne.jp というアドレスです。はいはい、こういうアドレスですけれども、東京アンテオケ教会の、はい、ですね、ホームページの方にも、はい、祈りの時間の、はい、ところのホームページを見ますとですね、はい、この祈りのパートナー募集の、うん、このメールアドレスも出てきますので、はい、ぜひそちらもですね、見ていただいて、うん、そしてメールを送って、いただきたいというふうに、思います。はい、はい、時間もちょっと迫ってきておりますけれども、そうですね、でもまだ、はい、いくつかお祈り、はい、できるでしょうかね。はい、まだですね、はい、いろいろリクエストがたくさん寄せられて、いらっしゃるんですね。はい、それではですね、さらに、次のですね方をお祈りしていきたいと思うんですけど、そうですね、いろんなちょっと今日はですね、重い病気の方々のためにも祈りましたけど、はい、短くですね、やっぱり、いろんな癒しが出されていることをですね、お伝えしたいと思うんですけど、はい、私が新潟にいた時にですね、はい、心臓のご病気の方がやってこられたんですね。はい、でその方がですね、やっぱりですね、本当にお医者さんにもサジをこう投げられていた形だったんですけれども、うん、その方のためにイエス様をお伝えしてですね、イエス様を信じるようにお伝えして、うん、そして祈った時にですね、心臓が本当にこう回復されたっていうことがですね、ありました。はい、もう全然お医者さんには治らないというふうに言われたんですけれども、うん、もうなんていうでしょうか、元気になってしまってですね、まあ 2,、はい、2ヶ月経ってから私はそれを知ったんですけれども、はい、すごくこう元気になられて、ご旅行にまで、はい、どんどん出て行かれた、奥様よりもなんか元気になってしまったっていう、はい、方がいらっしゃいました。はい、本当にですね、いろんなご病気を主は神様は癒してくださるので、はい、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。次のメールはですね、はい、次のメールは A さんからの祈りのリクエストです。はい、はい、お読みさせていただきます。母が救われますように、共に教会に集えますように、クリスチャンの葬儀になりますように、共に天国で会えますようにということですね。お母様の救いのためにですね、はい、A さんですね、A さんですね、はい、はい、そうですね、じゃあ時間が迫っていますのでですね、はい、お祈りをさせていただきます。はい、天のお父様、主導と A さんのお母様を本当に、救い、あなたの恵みを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。はい、共に教会に集えるように、はい、どうぞお願いいたします。共に、その教会に、集えるように、その A さんのお母様に働きかけて、くださいますようにお願いします。うん、そして本当にイエス様を受け入れ、そして、天国に行くことができるように、その十字架の恵み、イエス様を復活の恵みを知ることができるように導いてください。うん、そしてあなたの救いの栄光を表し、そしてまたそのお母様を今強め励まし、共に教会に集うようになるように、うん、どうぞ体を強めてくださいますようにもお願いいたします。はい、終点のお父様、本当にAさんからのリクエストありがとうございます。どうぞお母様が救われ、教会に共に集うことができるように導き助けてくださいますようにお願いいたします。またクリスチャン葬儀になりますようにということと、共に天国で会えますようにということで、本当にお母様の救いのことをこの方が祈っておられます。どうぞお母様が一日も早く御心を最も早い時に救われて、また教会に共に集うように主がお母様をさらに導きください。救いの時がさらに速やかに救われていくことができるように助けを導きくださいますようにお願いいたします。アテナと様、主を感謝します。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、今日はですね、祈りをですね、いろんな祈りをさせていただきましたがですね、ぜひですね、また祈りの答えが
与えられていくと思うんですけれども、あのご病気に関してもですね、またあのいろんな祈りの答えがあると思いますのでですね、はい、ぜひ、その祈りの答えがですね、はい、ぜひまたあの知らせていただきたいというふうに思います。またあの続けて祈っていくということは大事ですね、はい、ですので、ぜひですね、またあのいろんな祈りを続けて祈っていきたいと思うんですけれども、うん、この他にもですね、いろんなあのその課題をメールをですね、送ってきてくださった方々が他にもたくさんいらっしゃるんですね、はい、でその方々のために少しですね、うん、あのお祈りを最後にさせていただきたいと思うんですね、はい、天の父様、主は本当にありがとうございます、先週そのメールをいただいて祈った方々、そしてまた今日ここで祈らせていただいた方々、そしてこの番組にメールをしてくださっていながら、しかしこのところで祈ることはできなかった方々、そのメールを送って来てくださった方々のお一人一人の祈りの答えに神が主を答えてくださいますように、どうぞお願いいたします、うん、神様の恵みを表し、そしてお一人一人のその祈りの願いに答えてくださり、またお一人一人が忍耐深く神に期待して信仰を持って祈ることができるように、その祈りをお一人一人に与えてください。また私たちにどうぞ与えてください。そしてこの番組の中でまた神の栄光をさらに豊かに表していってくださいますようにもお願いいたします。一緒に期待いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ということでですね、神様に続けて私たちはこう期待してですね、はい、行く必要があると思いますけれども、はい、本当にあのこの番組はですね、全世界に向けて、うん、放送させていただいております、はい、インターネットでですね、またあの録画で見てくださっている方々もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どんどんですね、祈りのリクエスト、はい、あるいはまた祈りの答えをですね、はい、メールで送っていただければ幸いですね。そしてまた祈りのパートナーもぜひ、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、どうだったですかね、今日は。今日は本当にいろんな、あの問題をですね、困難を持っていらっしゃる方々のその祈りっていうのをですね、共に祈らせていただいて、またこの番組の後もですね、またこの週ずっとまたこういった方々のためにですね、はい、また皆さん共に祈っていけたらなと思うんですね。そうです ね、 ね、はい、はい、やっぱり続けてですね、そうですね、はい、いただけたらいいなということを覚えています、うん、今日はですねこれで、閉じさせていただきたいと思います。まだもうちょっとありますかね、1分ぐらいですね、はい、はい、そうですね、そうですね、はい、あともう少しありますけれども、はい、そうですね、何かですね、この白馬キャンプのですね、はいはいはい、祈りのこともですね、ちょっと、はい、来ていたメールがありましたんですね、はい、ありましたですね。これはクリスチャンキャンプであるわけなんですけれども、もう7月になりましたね、はい、もうすぐ近づいておりますけれども、はい、まあ、そのキャンプが祝されるように、はい、一言祈ってですね、はい、お会いしたいと思います、まあ、クリスチャンキャンプなんですけれども、まあ、ぜひですねこの番組を見ていらっしゃる方々もですね、もし、行きたいという方がいらっしゃったら、東京アート協会のホームページにですね、はい、その白馬キャンプの案内が載せられていますので、うん、ちょっとお祈りさせていただきます、はい、天の父様、どうぞ白馬キャンプ、どうぞあなたが祝福し、神の栄光を表してください。いろんな方々とまたそこでお会いできるようにあなたが導いてください。あるいはこの番組を見ていらっしゃる方々とまたそこでお会いできるように、どうぞたくさんの方々、
本当に800名以上の方々をどうぞワークマンキャンプに導いてくださり、また申し込む方がさらに多く起こされるように導いてください、どうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。ではですね、今日はこれで、番組を閉じさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。